不戦軍は朝鮮民主主義人民共和国環境、南道に属する内陸部の軍、環境を南道中北部に位置する。二馬高原の一部をなす不戦高原にあり、王力港の支流、不戦港が北に向かって流れている。1926年に着工、1930年に完成した不戦港ダムはこれをせき止めた発電用ダムで、 落差の大きい日本海側に水を落とすことにより、約20万キロワットの大発電量を誇った。このダムで生み出された電気は、日本海側高南における、朝鮮窒素肥料の化学工場に充てられた。高緯度の内陸高原地帯であるため、朝鮮有数の国間の地としても知られる。年平均気温は2.5度。1月の平均気温はマイナス17度に達し、 8月の平均気温は18度までしか上がらない。このことからかつては避暑地としても知られたといい、植民地期には不戦高原が朝鮮八景の一つにも数えられた。南に環境南道新興郡、西南に道長津郡、東側には両行道に属する金通る県郡、豊かに四郷里が隣接する。不戦光は北隣の金正都市郡に流下する。 また、西北は、自行道、狼林軍である、一遊二労働者十四里を管轄する。植民地時代には、新興軍の一部であった。この不死の出展条件、伊北五道委員会の、旧、新興軍北部高原地帯の序述による。ありがとうございます。